晴れ渡る。スタート。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。芝からダートに入ります。苦しい戦いを強いられている3番ボグリーキャップ、ここからどう出る。ミホノブルボン会長に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。さあ激しい先行争いで前に出たのはミホノブルボン、2番手の位置で先頭を伺うのは1番スマートファルコン、激しい先頭争い9番スマートファルコン、外から行く4番手セイウンスカイ、5番手に5番オグリーキャップ、1馬身差ラリタブライヤ、3馬身離れて8番オグリーキャップ。糖度上昇開始。少し離れて3番オグリーキャップ、1馬身差アグネスデジタル、意気揚々と先頭を行きますミホノブルボン。どうでしょうこの展開、ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、大欅を越え4コーナーへ、まだ差がある。ここから先頭を捉えるとは出てくるのか。輝く星をみんなに。高直線で勝負が決まるぞ。5番オグリーキャップ前を狙っているぞ。3番オグリーキャップ、内で様子を伺う。最初のコーナーを待って最初に駆け抜けてきたのはミホノブルボン、突っ込んでくる。5番オグリーキャップ走行まで400、3番手争いは1番スマートファルコン、セーフスカイ抜け出したのはミホノブルボン、だが後続も追いすがる。残り200、強い強い先頭5番オグリーキャップ、しかしその差はわずか。先頭は5番オグリーキャップ、変わらない。1着は5番オグリーキャップ、最後意地を見せて栄冠を手にしました。5番オグリーキャップ、見事に制しました。2着ミホノブルボン、3着に入ったのはアグネスデジタル。待たせたな、これが私からのプレゼントだ。